どうも、龍神チャンネルのみやちゃんです。今回もグローブ関係の動画をお届けしていきます。今回ですね、ちょっとついさっきも、催促をされたので、早速やっていこうという内容になっておりますが、まあ、最近ですね、うちのチームのアツシが、まあ、もともとキャッチャーですけども、まあ、某スポーツショップで、まあ、Z のネオステータスのピッチャー用のグローブがとてもお買い得な値段で出てたということでですね、それを買ったみたいなんですよ。で、買って、なんかこう、ブルペンに入ってるのも何回か見てたんで、扱ってるなと思ってたんですけども、それがこちらのグローブです。ネオステータスのピッチャー用で、まあ、オレンジのオーソドックスなスタイルなんですけども、まあ、ラベルがここじゃなくてここにあるような、ちょっとおしゃれなデザインになっております。こちらをですね、お湯もみしていく。お湯もみをしてほしいっていうふうなことで預かったんですけども、せっかくだったら全部紐を変えてほしいっていうことだったので、はい、こちらの黒い紐に全部変えていきます。なのでお湯もみプラスお湯もみプラス紐を全部黒に変えていくという動画になっております。それではやっていきます。はい、一応手順としては、まず全部紐を変えます。変えた後に、お湯もみをして、片付けをしていくっていう風な手順を取ります。なぜかというと、お湯もみやった後に紐を変えると、結局紐がまた硬くなった状態になってしまうので、それだとまた片付けのし直しをしなきゃいけないので、先にですね、紐を全部変えてからお湯もみをしていきます。ではまずこちらの、グラブレース。まあ、切れば早いんですけど、まあ、新品っていうこともあってちょっと紐がもったいないので、すべてほどいていきます。よいしょ。はい、ということでとりあえず、ウェブは全て、はい、ほどき切りました。全部バラしました。ここから黒いレースに変えていきます。ではまずヒンジの部分とここの土手紐の部分やっていきたいと思います。時間、測っていきます。ただいまですね、夕方の5時5時10分スタートでやっていきます。ではいきます。
まずここ終わりましたんで次、この手口のところいきますかね。あ、その前、そうですね、ウェーブつけますか、まず。はい、次はこことここやっていきます。ここちょっと余った紐が今ないので先にこっちやっちゃいます。はい、終わりました。はい、記録の方ですが、5時10分に始めましたので、ですね、31分35秒で一応全部の紐の交換ができました。ということで、こちらまず全交換しましたので、あとはこちらをお湯もみして片付けをしていきます。思った以上に時間がかかってしまったので後半へ続きます。次の動画もぜひチェックしてください。チャンネル登録よろしくお願いいたします。